株式会社ウナン代表取締役社長の半田真一さんに新年の抱負などについて伺います社長新年明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いします明けましておめでとうございます今年もどうぞよろしくお願いいたします,お願いしますそれでは株式会社ウナンについてご紹介します株式会社ウナンは物流トータルソリューション企業としてお客様に 満足と感動をお届けすることを使命とし物流部門、引っ越し部門、建築部門の三つの業務を中心に事業展開をしていますまた五つの系列子会社を持ちグループ経営も幅広く行っています、はい、では早速お話を伺っていきたいと思いますが、はい、昨年は株式会社ウナにとってどのような年でしたでしょうかはい、えー、昨年 令和4年は我々うなグループにとってそそれままでのの準備の期間から前進に転じたたたういっっっ1年あというふうに思っております、はい、令和3年までの数年間は働き方改革への早急な対応を図ることを第一の目標とし社内の労働環境の改善や業務内容の再構築に加えその実現のために必要な管理体制の変更や 財務体質の強化に最大限の努力を重ねてまいりました。うん、まあそういう意味ではここ数年間はまさに忍耐の期間でありましたが、おかげさまで新たな戦いに向かうための準備がまあしっかりと整いましたので、はい、いくつかの新たな取り組みを実行することができました。あ、新たな取り組み。はい。具体的にどんな取り組みなのか教えていただけますでしょうか。はい、えー。まず一つ目は。えー、はい。 弊社の県外拠点の中でも、まあ最も重要な役割を担っている、まあ千葉市に常駐型のコントロールセンターを開設させていただきました。はい。ま今までは、あ状況あるいは必要に応じて管理者が現地に出張しながら管理改善指導を行っておりましたが、まあ将来的な物量の増加に対応するためにも、まあ新たにまあ常駐管理体制に切り替えることにいたしました。 まあこれによって、より高度な輸送体制の構築やまあ品質・安全の向上につなげることができると考えております。品質や安全の向上はもちろんですが、その他にもまだいろいろ取り組みを行われているんですよね。はい。二、えー、つ目はですね、はい、茨城県のお上層市にある運送会社を、まあ昨年六月に弊社グループに迎えることができました。<ー>えー、上層市は千葉と宇都宮の中間点にあるために、 この3拠点の連携強化を図ることによって、お客様に対してこれまで以上に効率的で、密度の高い輸送サービスがご提供できると期待をいたしております新たな拠点も増やされたということで、はい、ますますサービスに磨きがかかっていくのかなと思いますけれども、はい、その他はいかがでしょうか、はいえー、そして、えー、3つ目ですね。 建築部門において海外からこれはベトナムからですね、はい、3名の研修生を受け入れることといたしました運送業界と同様に建築業界においても労働者不足は年々深刻になっておりますが若くて勤勉な人材を仲間に迎えることができ大変嬉しく思っておりますまだ若い3人なので健康管理にも配慮をしながら日本の高度な建築技術を習得できるよう しっかりサポートをするとともに日本での楽しい思い出をたくさん持って帰ってもらえるようにグループ全体で応援をしていきたいと思っておりますでは今年特に力を入れたいことはどういうことでしょうか、はいはいえー、今年令和5年は昨年実施したさまざ、あ、まな取り組みをベースにそれらをより進化させることでお客様にとってさらに高度で 付加価値の高いサービスのネットワークの構築ご提供を実現させてまいりたいというふうに思っております、はい、また先ほどお話をさせていただいたように昨年はベトナムから3人の研修生をお迎えしましたが今年はバングラデシュからさらに3名の研修生を受け入れる予定となっております<ー>え先輩の3名の方々同様彼らも高度な建築技術がスムーズに習得できるよう 教育と育とと成にに万全を期したいというふうふ思っておりわれわれトラック運送業界、建設業界は、2024年問題に加えて、年々深刻化する労働力不足、あるいは燃料、資材等の高騰など、えー、問題は山積をしておりますが、われわれは決して業務を停滞させることがないよう、今後もお客さんと一緒になって、これらの問題解決に最大限の努力を重ねてまいる所存でございます。 これから若い力も育てていきたいということで非常に今後も楽しみになってきますがでは最後に番組をご覧の皆さんにメッセージをお願いできますかはい、えー、昨年は手前ども株式会社ウナン並びにウナングループをご愛顧いただき誠にありがとうございました今後も我々は厳しい逆風の中を進んでいかなければなりませんがウナングループは決して立ち止まることなく 物流・建築のソリューション企業として、たくさんのお客様に最高のご満足と感動をお届けできるよう、全グループ・社員が一丸となって頑張ります。今年も手前ども株式会社ウナン並びにウナングループをどうぞよろしくお願い申し上げます。株式会社ウナン代表取締役社長、半田信一さんに新年の抱負などについて伺いました。 社長ありがとうございました。どうもありがとうございました。